にちにんにんぱねよぱねちゃんちゃんピーナツくんみみおもさんなんか最近、はい、ちょっと鼻ずるずる言わしちゃって。あーそうなんですよ。なんかね録画ボタンとか押すと止まっちゃうんですけど、それ以外の時は本当に花粉がひどいんですよ。花粉症か。はい、サウナ行きな。いやなんで急だなお前、すごいわ。わかんないけど、うん、サウナ行きな。無理無理無理、その導入は無理だよ。科学的に根拠はないけど。嘘だろ、今日サウナ会。サウナ行きな。うわ、いつの間に行ってきたんだ。いやこのチャンネルでね、うん、あんまりサウナの動画をバンバン出すのもあれかなと思いまして。あ、確かに連続はね、まあ、100均もそれは気配ってますよ。そう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 、はい、だからね溜まってるんですよこっちはレポがサウナレポが溜まってきまして、ね、うん、そのストックがねいっぱいあるんでそっからどんどん出していこうかなって思うんですがそのストックの中でも、はい、今回はかなりちょっと注目のサウナといいますか、はい、サウナーにとっては、はい、そこ行ったかっていう。へー、今回行ってきたのは都内最高温度のサウナを誇るサウナ錦糸町に行ってきました。おー、錦糸町。錦糸町っていうのはね、知らないね。知らないかもしれませんが、はい、サウナ激戦区なんですよ。嘘つけよ。いや本当にラーメン激戦区みたいな。サウナ激戦区なんだから。そんなのができてるのか今。その中でもかなり有名なサウナ錦糸町っていうところに行ってきましたんで、その様子をちょっと絵にしてきたんで、はい、ちょっと見てください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでサウナ錦糸町に行ってきました。都内なんで我々もね、なんか都内に用事があった後に疲れた体にちょっとどうしようかな、この後何しようかなっていう時に、こんな感じですね、その時の様子が。いやひどいお前本当に5歳か。こんな感じですね。はぁ、どうしようかなって。55歳ぐらいだぞこれ。夕日に照らされながらもうこんな時間かサラリーマン金太郎みたいになってる。サラリーマン金太郎あんま知らん。いや違うよ、孤独のグルメを意識したんだよその辺詳しくないから、すいません。もうこんな時間か裸ネクタイはちょっとで、すごいちょっとね絵のクオリティが。この中央線なんか黄色いあの電車に乗りまして、はいはいはい、すごいな、なんか絵がめちゃくちゃ成長してるじゃん。ちょっと今回ちょっと絵頑張ったんで過去最大に絵を頑張りました。それぐらい伝えたいんで、サウナ錦糸町の魅力を。行くかサウナいやいや CM じゃん、 CM の絵コンテみたいになってるから。釣り革高いから、釣り革。イランショット多い。何何がだよ。もう次がイランショットが多い。イランショット多くないだろ。絵描くの楽しくなっとるやん。はい、着きました。錦糸町に行って、サウナ錦糸町っていうなんかね、すっごい古い建物でしたね。かなり老舗感のある建物でした。ここがサウナ錦糸町か。結構ね有名なんでね、はい、みんなからおすすめされてたんですよ。なるほど。あ、そうなんだ。で中入ったらね、こういう感じの。いや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 。バンダイさんっていうんですかね。バーじゃん。そうなんかね、もう長髪のイケメンがね、イケメンの方なんだ、はい、へぇ。こっちを見て、峰顔だな、ごゆっくりっていう顔をしてた。あ、なるほどなるほど。喋りかけられてはないよ。新人顔みたいなね。そうそうそう。でも新しいサウナに行くとね、ちょっと緊張もありますから。こういう雰囲気。はい、イライライラ。そしてちょっと忘れてましたね、今まで脱衣ショット今まで。だっていつもだったらもう戦隊だもんね。そう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 。だからそれだと伝わんないかなと思って、ちゃんとした工程を見せないといけないなと思って。ちょっと目をつむりたいですね。脱衣、ここはね縦型ロッカーでしたね。あ、そうですか。本当にいらないショットだわ。物質のロッカーみたいな縦型ロッカーでしたね。いらなすぎる。そしてわー、入ります。はいはいはい。まあ、このショットもね毎回恒例ですけど、はい、中に入るとですね、わかりますか、真ん中に巨大なプールみたいなこう浴槽があるんですよ。ここが全部水風呂です。うわー、マジか。だからもう水風呂のための部屋みたいな。もうサウナのための風呂なんだね。そうそうそう。で奥にドアがあるんだけど、そこ行ったらもうちょっと小さめの温泉というか、薬草風呂みたいなのがあって、そこはあったかいお湯。もうメインはもう水風呂なんだ。そうなんですよ、メインは水。すごいそれは。へえ。しかもなんか U 字型になってて、なんか便器に見えますけど、ここから見たら。あ、便器？便器型だね。おめえ見ねえ顔だなおめえはで、この後は何すると思いますか、はい、いやもう戦隊でしょ。なんでわかんの。いやいやいや、もうお決まりなんだよ。もう戦隊まで4戦隊見てんだよこっちは。戦隊。あ、すごい、書き込み今回すごいよ。書き込んでますから。いつもより。でも本当にリアル忠実に再現しようと思いまして、体洗うタオルとかを持参してないので、手でね足の裏とかまで情報や、ちゃんと本当にいらない情報だ。ちゃんと隅々まで洗っています。ピアツくん体完全成人男性ですからね。いやいやいや、5歳の体だよこれが。手足が長いんだよ。これが5歳の体だよそしてこの後メインの高温サウナに向かうんですが、なるほど。ここの高温サウナ、これが
都内最高温度と言われているところなんですよ。どんだけ暑いんだ、何度なんですかね、はい、いざ入ってみますと120度。120度は結構、はい、こう本当に過去最高級の暑さで、入った瞬間ね、なんかモワーンとしてるでしょ、うん、なんかモワーンって感じじゃないんだよ、もはやもうすごくて、なんて言ったらいいんだろうなこれと思ったら、もうこういう感じになりました。バケ何が起きたんやって、何が起きたんや、サウナ内の僕ですよ。暑すぎてクラッとかじゃない、バケいやもう本当にね、バキッとする、なんかね、決まるんだ。そう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 、こう湿度めっちゃ高いとかじゃなくて、本当にね、はいはい、カラッと刺さるような暑さ、バケ誰誰バケ誰誰誰誰だから、もういろんなタトゥーとか入ってる人もいますが、バキッとなってましたね、はいはい、いやもうだから本当に男が集まってるんですよここに。怖っ、バケってなってるの、どんな強そうな人でもいやでもみんなここで耐えてんだもんね。そうですよ、いろんな屈指の男たちが集まってますから、はいはい、バケバケバケいらんショットが多い、みんなね、みんなが硬いんですよ、いろんなとこから音聞こえてきました。バキ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 、すごくて、だからもうゾンビみたいになって、僕はね逃げるように。おこれは10分耐えれたんですか。いや10分はちょっときつかったですね。あ、そうなんだ、はいはい、ちょっともう何分ぐらいだろう、6分とか、あそれくらいで逃げるように出ました。ほうほうほう、そしてあの巨大プールみたいな水風呂に、わあすごい、なんかもう新しい顔してますね。なんかもう水風呂はね、うん、もうあのバキーの後だから、すごい包み込むように僕を癒してくれて、なるほど、母のようでした。広いから豪快に入れるんですよね。確かに水風呂って普通ちっちゃいよね、サウナ。そうなんですよ、結構水風呂待ちとかもあるんですけど。そしてこの後何するか分かりますか。外気浴でしょ。あ、何あなた、いやいやサウナあなた4、5回目だよ、頭痛いわ。なんとですね、屋上に整うスポット。屋上、はい、え、いいじゃんいいじゃん。屋上に行けるんですよ、階段登って。そしてこのルーフトップみたいになっておりまして、素敵。結構ね、周りには雑居ビルがいっぱいあるんですが、はいはい、すごいやっぱね、ちゃんとお星様の下で外気浴ができるという、なんと素晴らしいことか。すごい、キャンプみたい。そしてもう、はぁ、そっか、裸か。もうそうですよ、残念だ。なんで残念なんだよ、嫌だろ。バキッて、バキッ、そして包み込まれた体、はぁ、おポカポカですよ。この時期に裸で外でしょ。全然そんなん、一番気持ちいいよ。サウナってすごいね。だいたいサウナって 2,3 回繰り返して整うって言われてるんですけど、はい、もう1回目で、これはもう1回目で整った別人になっとるわ。整ったね、パキ。もうこの時はパキです。バキからパキ。いつもならはーって顔なのにね。あーもう整ったら整形だよこれ。こういう顔になってますからね。整形してますよ。だからね、なんて言うんでしょう、男をあげるサウナって言うんですかね案件か今日 CM か、何なんだいや本当に男をあげるサウナなんですよ、ここ今こういう顔になってるけど、うん、当時こ本当にこういうこういう顔になってて、サウナ上がりはこの顔だったら、そうこういう顔、こういう顔。そうなんだ。でなんと、うん、この階段の途中にね、屋上に向かう階段の途中、ジムがあるんですよ。ジム20キロブラー嘘つけて、プルプルだろ。ちょっといや、プルプル利用してないんですけど。あ、してないんだ、その時は。ジムが、うん、だからかと、あんなもうガタイのいい人たちがバケバケ。なるほどね、バケンバケンバケン。だからね、男をあげるサウナです、本当に。すごい施設だね、ジム通ってそのサウナでガン決まって。そう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 、なんか全部裸できるからね、基本的に。ダメだろ、ジムはダメかもしれないけどダメだろ、お前ジムなんだと思ってんだよ。いや、男をあげるサウナ錦糸町、帰り際いや、いいって。バンダイさんもね、イッサウナレポがドラマになっとる。男をあげてるあげてないだろそんなのって、もう言われました。以上がサウナ錦糸町のレポートです。いや、すごかったですね今回のレポ。なんか映画、変な邦画の映画見たぐらい。変な邦画の映画。でもサウナ錦糸町ほんと120度は体験したことのない暑さなんで、はい、周りの環境を含めて本当にこううわーって感じだよ、男あーって感じ。だから本当に男をあげたい人、はい、もう今なんか気合い入れたいなみたいな。あーはいはい、気合い入ってねえわ俺と、あげに行こうっていう時にもうサウナ錦糸町行ってください皆さん。あ、女子力上げる時にサウナ行くみたいなテンションでね。あ、そうですそうです、男子力を上げるために120度のサウナに入ろうぜ。これはちなみに女性はないです。あ、
以上、サウナ禁止条例っぽでした。おやっぱサウナって、はい、裸の男たちが集う場所ですから、そういう切磋琢磨する場所なんだなっていうことを改めて確認させられましたね。あ、そうですけども、やっぱサウナごとにいろいろ違いはあるんだなと、はい、こちらも再確認させていただきました。そう、男上がった気がするわ。お、いいじゃんいいじゃん。あ、ボディービル、あ、いいじゃんいいじゃん。うん、うん、はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。わたしとんじゃね、バイバーイ。バイバイナッツ。そろそろ今年の終わりぐらいにはいい感じのランチングできそうですね。うん、まだまだストックは溜まってますんで、いつでも言ってください。